お疲れ様です。クロスの龍です。夏です。お願いしまーはい、このチャンネルは、兄弟のサッカーが大好きなサッカーの兄弟の日常をお送りしているので、はい、高評価、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。ぐだぐだや、まあ。ここだけ言えればいい。最後のね。最後の、こう兄弟のなんとかがどうどこうのでみたいな。言えてないわ。今日は団子もうね、一人、ゴリ寒い、寂しいね、うん、なんかいつも二人取っとけん、一人って慣れてないんですけど、うん、今日は中村北斗さんが出した団子屋さんに来ました、はい、やっとねやっと来ました、はい、もういつもお世話になってるんでね、はい、今日来ましたよ。見て、鼻もうちょっと枯れてきてるけど、えぐいえぐいえぐい、ちょっと待って、これやばいって、しぬすけやん、えぐない、えぐいって、サカティ、サカティ、すごいね、ビッグネームだね。サカティやばいね。おそらく内村さん、内村こうこうさん、へい、おそらくへい、へい以外の俺内村を知らない。こう内村こうを知らない俺へい以外の。見たこっち。見える。見える。吉岡君と吉岡選手と吉岡選手と湯沢選手と田辺選手。おお。チーム中村北斗ですよ、ね。はい。すごいね。すごい、えぐくない、じゃあまあ早速行ってみたいと思います。つづみ団子さん、つづみ団子さん、おしゃれ、めっちゃおしゃれ、おしゃれ、おしゃれです。行きます、早速。お邪魔します。それはハンさんのやつね。おはようございます。いらっしゃいませ。邪魔するなら帰ってくれ。うわ、厳しい。邪魔どう邪魔しに来たんですか。お邪魔しますって邪魔しに来たんですか。いやいや、そういう意味じゃないですよ。あれ、そういう意味じゃないですよ。あれは入る時のなんかご挨拶みたいな。あ、そうなんですか。すいません。ちゃんと言ってなかったですね。すいません。お邪魔しますって言うと。すいません。ちょっと失礼いたしました。仕事中にお邪魔されたら困る。マジで取られた。おすすめは、おすすめ、いや、アイリミタダシが美味しい。アイリミタダシ、これなんかインスタで見ました。みたらしの中にあんが入っとってめっちゃ感動したみたいな。いちご大福もめっちゃ見た目いいっすね。これ生地で味違うんですか。白が粒あんで、ピンクがこしあん、こしあん、うん、緑は、緑はずんだ、ずんだ、何でしょうか、ね、今から切れるんだよ。緑抹茶、抹茶、うわぁ女の子えぐい好きなやつや。チョコ大福もやばいっすね。ベルギー産の、うわー、神のセリフ、俺言うわけ。チョコ何個入ってないっけ。チョコ、うん、ベルギー産の生チョコ丸っと1個入ってない。おーかっこいい。しかもこちらをちらりと思うんですよ。丸ごとだと思う。おっきい背中を背中で語ってくれる感じですね。丸ごと1個入ってます。じゃあってなる。丸男らしい。何がいいなつ。俺はチョコ大福好き。あ、子供やもんね。チョコ大福まるっとチョコ大福いきます。おいおい、バカにしてんのこいつやってますよ。いや、夏やったらいいじゃん。なんでおかしいな。夏可愛いじゃん。俺お邪魔しますと怒られたの。まあ、帰るよ。お邪魔するなら帰る。邪魔するなら帰る。赤文句やん。お邪魔するなら帰りますって言った時に、じゃあ帰りますって言って、なんでやねんって入ってこい。あははは、やっぱ関西厳しいね。大阪やったらお前もうほんまに帰されてる。いやいや、知らなくてな、やり直しだよ、もう考えてるよ。俺だけ当たりやばくない。じゃあ、あときびだんごとあん入りみたらしと、はい、あと何しようかな。いちごも食べたいよね。食べたいね。いちご大福この3つのやつめっちゃ食うよ。朝飯も何も食ってきてないですよ。俺これ食べに来たんですよ。それクロスチャンネル？クロスチャンネルです。いや、クロスチャンネルを見ましたって言ってきたらどうする？いいんすか、そんな。クロスチャンネル見ましたって来た人は、追い返します。追い返しますよ。あの、さっきの振り、あの、さっきの振りを言う。さっきの振りをやれますっていう。お邪魔しますって来たらいい。ちょっとやりたい人絶対。邪魔するな、帰ってまで言えたら、きび団子1本取れる。
邪魔する。ただ帰ってって言われて、あ、すいませんって言って、1個くらげて、なんでやねんって言ったら、1個くらげて。2人相手にいきなりそのくらいできるいないでしょ。いやいやいや、クロスカンクラ見てる人やったらできるやん。いやいや。ちゃいぐ。お邪魔しますって、まずお邪魔しますって言わなくちゃいけないですね。お邪魔しまーすって。お邪魔するな、帰って。クロスチャンネル見ました、お邪魔します。クロスチャンネル見ましたからよ。クロスチャンネル見ました、お邪魔しますって入ってもらって。邪魔するな、帰ってって言うから。じゃあ失礼しましたー。はいー、何回に来たやろよ。ハードルがちゃくちゃな。だから、一般プレイ。言ったら君だもん。言ったら君だもん、一般プレイですか。おっしゃ。君だもん。皆さん、じゃあ、ちょっとハードル高いじゃないですけど、合言葉は、クロスチャンネル見ました。お邪魔しまーすで、お願いします。いただきました一本あざっすはい。いやー、こんな来た回あったね。うん。買ってきましたー。早速、食べていきたいと思います。じゃん。すずみ団子、和白川岡でオープンです。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。いちご大福と、チョコ大福やっぱやばい、これ。いや、まるったよね。まるったよね。ダイアンさんの言うとおり、まるったよね。あとね、あんぎりみたらし団子。これがうまいらしいのに、早速食べていきたいと思います。このやつ、おー、一番僕はど真ん中のやっぱ白ね。はい、ちょっといただきます。おー、重っ。でかいよね。でかい。わ、これやっぱ安いわね。うん、うまっ。うまい。なんか、おお、うん、おっきい。うん、いちごバカでかいし、うん、まずいちごでかいのね。あと、なんやろ、いや、バターじゃないけど、なんか普通にこうコンビニとかで買ういちご大福よりもなんか風味が全然違くてめっちゃおいしい。あ、上品。あ、好き。いやいや、それはいらん。その最後いらん。いや、多分ね、食べたことないと思う。あ、うまっ。このまま食べちゃいます。うん。でもこれでこの料金って安いね。安いね。さっきもやっぱ、もう俺ら入ろうと思ったけど、入れんぐらいお客さんがね。おったね。実はね、外でまず撮影して、次中撮影行こうと思ったら、お客さんがバカ多くて。多すぎて。よし、行こう。あ、また来たみたいな。あんいりみたらし。いや、うまそうやね。お前みたらし好きやったよね。あ、大好き。なんか昔から大好きやったやろ。こういう、団子系大好きのね。なんか夏イコール、コンビニで売っとる百何十円のみたらし団子ばっか食べてる。いや、そう言ったね、小学校の時ね。いただきます。うわ、上品。うわ、うまそうやね。うん、まず、餅が、なんか、トゥルトゥル、もちもちやし、舌触りがめっちゃいいの。うん。うわ、新食感。と、中のあん、やばい。あんが多すぎんの。で、あんがめっちゃ多いと、あんこの味で持っていかれるけど、多分ちょうどいいぐらい入ってるから、外のこのかかってるみたらしとあんのバランスがめちゃくちゃいい。今日ちょっと上手よ。今日はなんかいい感じやね。マジでさ、俺ら朝からこっち来たじゃん。何も食ってなかったじゃん。もう腹ペコやったからバカうまいの。じゃあ次、テレレレテレキビ団子。キビ団子ってこう、あんまこう食べる、ね、こう機会があんまないというか、岡山、うん、岡山、うん、桃太郎さんやろ。桃太郎さん、うん、よね、そうよね。そうよ、桃太郎さんやな、うん、あったあった。ちょっとこれはね、全部食べないです。ちょっと一個だけ食べてみます。サービスでもらいました。はい、皆さんもね、さっき言ったあの下りやってもらえればもらえるんで。下りね、何やったっけ。クロスチャンネル見ました、お邪魔しますって言ったら、いや、邪魔すんなら帰ってやーって言われるから、あ、すいません、失礼しまーす。ってなんでやねんみたいな流れをやってほしいらしい。失礼します。こっちは
しっかりめの団子。歯ごたえがある。あ、じゃあ結構、うん、弾力のある感じ。俺結構こっちの団子好きだ。いや、わかる。ね、うん、わかる。食べ応えあるじゃん。うん。うん、俺ね、きび団子好き。もうめちゃくちゃシンプル。なんか本当に団子の本来の甘さというか、うん、あんまりこうゴテゴテしてない感じ、うんうんうん、唐揚げで言うと塩。あ、塩ね。わかる。本当に多分ずっと食べれるのってこれだと思う。 あでもこれ止まらんね。なんか他のはやっぱ甘さが強かったりとかして、うん、あれだけどこれすごいシンプル。あ、これいい。てか女性と子供にもサイズ感めっちゃいいよ。めちゃくちゃちょうどいい、ね、ちょうどいいよね。1個が程よく口の中に収まるから、うん、神山さんおすすめチョコだよ。まるっとチョコ、まるっと1個入ってます、ね、入ってます、うん。うわ、やばくないこれ。好きやろ、好きやろ。一番好きなやつこれ。これでもさ、嫌いな人おらんかな。おらん、おらん。おおおおおおらが、うん、うわー、さっきの写真と一緒。さっきの写真と一緒の、さっきの写真よりでかいかも。もう、うん、ほぼチョコ。あ、うまっ、ね、甘いね。うわ、あったかいお茶とかコーヒーとめっちゃ合うと思う。やばいね、飛ぶ。そうだね、俺らちょっとここで食べようけどね、家に持って帰って。そうね、コーヒーとかね、ちょっとご一緒に。あ、うますぎ。あ、これいいわ、絶対好き。いいね。てもうスイーツやね、これは。クオリティ高いな。以上、はい、と以上、つづみ団子食べ終わりました、はい、いや満足っすね。袋も可愛い。ね、袋めっちゃ可愛い、うん、ぜひね皆さん、本当に美味しいんで、うん、で結構価格もリーズナブルなんで、うん、1個100円とかであったりして、いちご大福もあれそんな高くなかったよね。高くない。200円とかちょっと。俺が今一番食べてる中でコスパいいなと思ったのはいちご大福。いちご大福、うん、次にきび団子かなと思います。駅からもね結構近い。そうそう、まあ、駅復興大前駅からかな、うん、あ、ちょっとマスクしますね。復興大前駅から降りて、徒歩5分ぐらいで着くので、まあ、ぜひ皆さん多分ね、うん、JR 乗ることがあんまない人もいると思うんですけど、うん、まあこれを機にね、うん、ちょっと東区の方ちょっとプチ旅行じゃないけど、はい、遊び行く感じで、うん、来てもらえればいいかなと思います。はい、はい、以上、今日も長い動画ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録高評価ぜひよろしくお願いします。ではまた次の動画で会いましょう。バイバーイ。